喧嘩してます今。めちゃくちゃ喧嘩してます。次男の名前。まだ。タイムリミットは今週金曜日。生後2週間まで。今日は水曜日です。タイムリミットまであと2日です。正確にはあと1日。もう今日は終わりますのでね。その中、まだ夫婦の意見が合致せず、もう反対、真反対、対比のような名前がお互いの中で決まっております。もうこのまま2人で話し合ってても拉致が開かないということで。もう限界ですね。うん。これはもう決めねばだなんですね。なので、最後に一石を投じていただく、ポンス君に来ていただきました。弟の名前を決めたいと思うんですけど。いや、まず、ちょっと待って。え？何ですか？まずもう一回だけさ、ちょっと頼むんだけど、折れてくれないかな。いや、こっちもそれはお願いしたい。なんか共通点は同じ漢字を使ってるんだよね、頭に。これはすごい、あの、奇跡で、昨日なんか決選投票のような感じで、うん、結構習字のペンでね、書いて、もう俺の名前は絶対に最終的にこれがいいと思うっていうのを二人でこうやって出してバトルしたんだよね、うんうんうん、菅官房長官みたいにこうやってたよねこうか。そしたら漢字が一つ同じのを使ってたっていう、うん、おおと思ったよね。そう、もうあとは譲り合いなんだよね、うん、もうすり寄るとこまではすり寄ったと思う。同じ漢字までいってるし。そう、ただ全然響きは違うんだよね。もう例えるなら、私はサッカー部スタメンにいそうな感じで、うーくんは、なんだろ、和風な人って感じ。和風な、落語家とかにいそうな雰囲気、うん、古風な感じ。まあ、強いて言うなら、うん。結構妊娠中期くらいから、もう話しても話しても、合わない。いや、それないわ、っていうのをもう繰り返しで、うん、本当に一度も意見があったことがない。うん、すごいよね、うん。こんな合わないことあるんだね。うん、これを早く終わらせたい。この人が嫌だ、俺は、うん、私もう本当に嫌い。もういなくなってほしい。それで勝手になんでタイムリミットが来てあーちゃんが書いて出したい。なんで俺は意見尊重して、俺の意見を。嫌だ。一度ぐらいお願い。いや、なんで俺がこんな折れないかというと、いや、あーちゃんは妊娠したてか妊娠中期くらいまでね、ポンスの名前は結構あーちゃんが主導で決めたのよ。はい。だったら次の次男の名前は芝生が主導で決めていいんじゃないみたいな話してたんですよ。うん、ずいぶん十分決めてんじゃん。十分確かに言ってた、そうやって。うん。もう決めてんじゃん。うん、2つ並べてあげてるだけでもうそうじゃん。あ、その約束が適用されて並んだの、やっと。うん、え、じゃあその何もなかったら俺は並びさえできないの。うん。え、それおかしいんだって。この女は嘘つきだ。こんな奴に投票するんじゃない。おい、ペンシルバニア州のみんな。皆さんいいですか、こいつはろくに育児も今までしなかったね。人を騒がせ、にぎわせ、そういう才能はあるかもしれませんが、裏を返せばというか、一歩蓋を開けてみれば、彼はだらしないことだらけです。今日も私の大事な車の鍵をなくしました。そんな人が子供の名前を決めていいと思いますか。それは本当に申し訳ないと思っています。うん、皆さん聞いてください。昨日の夜までは私のあーちゃんは、うん、ゆーくんの名前にしてあげようかなって思ったって言って、昨日の夜は俺のつけた名前で行こうってなってたんです。そうです、私の車の鍵をなくしたという事実を知るまではね。それは仕方なかった。それでも私は自分が決めたいという気持ちを抑えて、うーくん押し殺してくれた。そうだ、嬉しい。それは嬉しいよ。その後に私の大事なものをなくされて、私がブチ切れて、その時に我慢した気持ちは全てなくなったんだ。どんまい。なくしたというその事実だけでねじ曲がるんですか、名前って。そうです、ねじ曲がります。本当にでも投票しかないのかっていうのを最後に本当に考えよう。今最後まであーちゃんは粘りたいかな。ここまで来たら、こちらがこれから名前を決めていただく頭取。まだずっとプクマルって呼んでるからね。名前は親からの最初のプレゼントです。何
んで今お顔では変えましょうか。決め方はウー君が決めていいよ。腕相撲圧倒的有利じゃん。これでウー君になったらあーちゃんもなんかもうなんかうわって思ってなんか笑顔でウー君のやつに決めれるって感じ。なんか私が譲ったという事実が残って後悔したくないって感じ。じゃあ俺もまあ同じ気持ちで、あーちゃんと同じ気持ちでやります、うん、せーの、あの顔面白いな、見てほしい。イエーイ、あそこブロックがある、行ってみよう。寝そう寝そう、今出ない、そうポンさんに決めてもらいたいな。ポンさんですか、うん、ポンさんに決めてもらいましょう。それではポンスくん、よし、ちょっと出番です。弟の名前を決めるんだよ。ちょっと待ってね見て、ここに、うん、名前が2つ書いてあるのね。はい、柴田か柴田、どっちがいいと思うか。だからこの2つ書いてあるでしょ、うん、それをポンスがこうやってぐちゃぐちゃってしてピッて選ぶの。オッケー、うん、さあ大統領選選挙が開始されます。はい、こちらの2つどちらかに決まります。映るところにして来ていただけますか。ぷよんはい、混ぜました。混ぜましたね、はい、じゃあ私が持ちます。はい、いきますよ。これは運命の瞬間ですよ。頑張ります。頑張ってください。ではポンさん、こっちと、うん、こっちどっちか。で、こっち誰？ちょっと待って待って、まだわからない。で、こっち誰？こっちどっちかわかんないの。こっちはみんなわかんないの。いくよ、うん、最後に決定するのはポンスだよ、うん、一個だよ、一発で決めてね。君が弟の名前を決めるの。どっち？こっち？本当？こっちね。弟？うん、弟の名前これね。じゃあこれを開いてください。怖い。あ、怖い。開いて。さあ、さあどっちでしょうか。開いて見せて、ママたちに。開いていくよ。開いた？せーの、うん、あー勝ったー、になりました。パパが決めた方になりました。もう一回やりたい。もう一回やる？分かった、じゃあちょっと後で一回カメラをおしまいにするからね。出生届に、はい、大統領選は柴家の方の決めたなりました。おめでとうございます、うん、まあ、P なんですけどね。はい、緊張したいやでもまあ、いやすごく嬉しいですね。よかったです。でも一回やりたい。じゃあ、出生届に名前を記載しましょう。はい、決まったよ、あーちゃん。もうやっと決まった。あー、決まったね。おめでとう、うくん。ありがとう、あーちゃん。おめでとう、あーちゃん。よかったね、よかったよ。はい、ということで、はい、今回選ばれなかったあやなさんの感想はいかがでしょうか。まあ、運命ですから。はい、これはもう、そう、本当に運でやってますからね、うん、はい、私がちゃんと持ってポンスに引かせたっていうことでもう悔いはありません。もう一回やりたい。ということで、皆さん決まりました。はい、ということで、柴田家次男大統領選挙これで終了でございます。え、トランプどうなったか、ちょっとトランプ見てみる。あ、確かに、まだ全然まだなんだ。はい、ということでこちらで柴田家次男の名前が決まりました。ということでね、やっと決まったね。はい、めっちゃ喧嘩したからね、この日まで。うん、本当によかった。これでもう揉めることはない、うん、このあと美味しいご飯を食べたいと思います。はい、じゃあバイバーイ。